さあセンターに集まってシェイクハンド and then no shake on。 いいね、この生きり方は好きだな。 OK流れを掴んだのは長島笹村組です。ゆりーゆりちょっと今面白かった。あにゃんって心の声がたまに出てきてありますが、あにゃん。うわ、ここで負けるわけにはいかないな。血が良くない有利にしてみれば遠いぞ遠い。ただムーブ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 、動け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 、もう少し、あと10センチ、あと10センチ、届かないか、ロープエスケープ行きたいが、このジャイアン、ジャイアン、このジャイアン、よっしゃー。私は長島千佳の顔をひたすら見てます。本当にもう本当にジャイアンの時の顔があります。まあ元祖ジャイアンが言うんですからね、もう本当それは間違いないと思うんですけども、さあリング上笹村にチェンジした。さあこの、ボディスラム上げる時の左手ですね、選手上げる方の選手の左手、2種類あります。女子がやってる上げ方2種類あります。下から手を持ち上げる、下から顔を持ち上げてるようなパターンと上からとあります。これはなぜかというとですね、上からが全女式と言われてます。そして下からがですね、男子レスラーの人たちに教えてもらった選手で多いですね。トレーナーが男子プロレスラーの方だったら、そういう教え方になります。えい、さあサードロップちょっと弱い気がします。大丈夫でしょうか。
可愛い蜂なんですけどね、ミツバチなんですけど、そのハリー攻めはですね、クマンバチやスズメバチ、オオスズメバチと言ってもおかしくありません。笹村来るぞ。あー、これ痛いんですよ。これは痛いですね。体がちっちゃい割にこのエルボーは結構強烈ですね。これはあの今いろはさんがやられたら多分泣きますね。はい、もう悶絶します。悶絶ですね。さあファンパレスポーズ。さあ、リリティタタミ君。さあ、こんな小さな体をしてですね、本当にあの、まあ、大物の選手たちも渡り合ってます、笹村。さあ、そこで培った気の強さでしょう。さあ、タンクはめったに組んだ2人じゃないんだけどな、うまく息が合ってるな。何回も組んでる匠と違いをタッチ、クタックは全然ですけどね。はい、何度組んでも息が合わない。よかったです。お二人もやられました。あ、お二人もやられましたけど、あなたたちよりも全然息が合ってない。さあ、渡辺。さあ、キックアウト。キックアウト。さあここで金星を狙いたい笹村としたら金星を狙いたいが、最近の渡辺は優しさよりも怖さがあります。さあリング変わって、さあキャリアのある宿谷です。私もこれね、1万回ぐらい受けてますが、嘘です、1000回ぐらいは受けたかもしれません。やはり力では渡辺が一番上だ。カモン。さあカウント2、カウント2。さあ、来るか来るか、ストップかけられた。さあ、この体勢から関係してるカバー、カウント2カウント、まだ余力があるぞ。さあ横面を膝で蹴り上げるが、同じな、やられたらやり返す。さあどっちも負けてない、この世代の負けてないはね、ちょっと違うんですね、いい感じなんですね。さあ投げ捨てた、やはり吹っ切れてんな。さあチャンスだ、有利、チャンス、チャンス、チャンス、いけ。さあチャンピオンから取れるか、ツー、あー、ワン、ツー、結果落としやがって。さすが中島強いな、強い、お前強いんだよな。さあ、おい、さあ、重くなってますね。いやいや、もうジャイアンの顔がだんだんジャイアンに変身してきてるからね、やばいよこれ。ほら、おい、危ない、アンクルホールド、アンクルホールドやられた。ジャイアン狙ってたからね、絶対今ね、もう、だから
やっても2発まで。3度目は私許さないよっていうところでしょ。あーしゃ許さないよって感じ。さあロープブレイク、ロープ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 、私の顔はどこに行く。仕方も結構エグかったですね。エグかったね、エグいね。